日本東京都練馬区小竹町小竹町は東京都練馬区の町名現行行政地名は小竹町1丁目及び小竹町2丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は176-0004。練馬区の東部に位置する。北部を板橋区、小萌、ね、南部を東区朝日川丘東部を板橋区向原、西部を東区、 羽沢は、栄町と接する。利用可能な鉄道駅は、西武池袋線の江戸た駅北口と東京メトロ、有楽町線、東京メトロ副都心線、西武有楽町線の小竹向原駅が利用できる。小竹向原駅は、練馬区小竹町と板橋区向原にまたがっているが、小竹町側の改札口で入り口にはほとんど、店などはない。スーパーマーケット、 ファミリーレストランなどがあるのは向原川である。そのため、小竹町の繁華街はもっぱら、江戸田駅側のみになる。しかし、基本的に小竹町2丁目は、第一種低層住居専用地域のため3階以上の建物が建てられなかったり、商業活動に規制が厳しいため、ほとんどが住宅地として利用されている。また、小竹町と隣接する旭川丘に、 日本大学芸術学部やハザーに、武蔵野音楽大学などがあるため小竹向原駅や江古田駅北口などは通学経路として利用される。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば、 小竹町2の14の2の地点で45万円、平方メートルとなっている。旧武蔵区に島区上板橋村あざ小竹。小竹村として独立した扱いをされることもあった。徳川秀忠の書子、星名正幸の母、おしずの方は、武州板橋在地区村の大工とも言われる、神尾栄華の娘とされているが、この竹村は、小竹村のことと考えられている。 1871年11月に、浦和県から東京府に編入された。1932年の板橋区成立時に小竹町となり、1947年の練馬区成立時に江古田町と共に移管された。1960年、朝日川丘に一部を譲って、地盤整理を行い小竹町一丁目及び二丁目となった。 1987年1月1日に住居表示を実施した。小竹町と朝日川岡の2地域が練馬区に移管されたのは、もともと板橋警察署江戸田駐在所の管轄だったことに期限がある。江戸田駐在所が1937年の練馬警察署設置時に移管され、1944年に板橋区役所練馬支所が設置された際に、 その管轄範囲を警察に合わせた。そして練馬区の独立時にその範囲をそのまま引き継いだためである。地名の由来は諸説あり、不明である。小竹町一丁目は西武池袋線の江戸田駅と接しているため、最寄り駅は江戸田駅になるが、駅の所在地は朝日が丘になる。2月1日現在、練馬区統計所、平成17年版農業センサスより、 なお、ここに掲載したのは、農業集落名が、小竹町となっている農家小竹町の農業は現在、存在しない。自給的農家が、わずかに2個あるのみである。12月現在、練馬区統計所、平成17年版工業統計調査より。なお一部非公表の町目があるため、実際にはこれより、数字は、若干大きくなる小竹町は、区内でも、 工場数が格段に少ないが、従業者数50人から99人規模という、区内でも比較的規模の大きな工場が一つあるため、町内に工業はあると言える。平成12年と比べると、工場数に変化はないものの、従業者数、製造品出荷額等をいずれも減少している。ありがとうございます。